今回は、6月14日から16日まで、開催の戦祭り考察動画になるよ。ルールは、新政府側が式上昇速度アップ、流派ゲージ上昇率増加、江戸幕末の舞台に火炎効果、旧幕府側が、武力、最大兵力上昇、江戸幕末の舞台の斬撃ダメ上昇。江戸幕末のカードは、緑が、最多で、剣豪の枚数が圧倒的に多い。赤は、江戸幕末に、知力関連の計略が、多く、新政府側でのコンボ性能が高め。青は、知力ダメージ付与と相性の、いい坂本龍馬が所属しとる。他3勢力は、ルールの恩恵を最大限受けることが難しいから。今回は、緑、赤、青主体の構築を考えていくよ。新政府側のおすすめカード1枚目は吉田のりまろ。スペックは武力6、知力10、伏兵先陣。エラッタで先陣が追加され、知力11、伏兵。今回のルールなら、戦闘でも活躍できる数値。計略は、指揮後の妨害計略で、武力4、知力8と知力低価値が高く。江戸幕末の舞台が、知力ダメージを与えられるようになるルールとの相性が抜群。おすすめ構築はこんな感じ。吉田東洋は、カード追加時の調整で弱体斬撃が重複するようになって高性能。新政府側は、式上昇速度アップがある視聴医科学と合わせて、強力な計略を重ねまくることが可能。おすすめカード2枚目は吉田松陰。武力は、5と控えめながら、今回のルールにおける知力11波効果力。計略は、式6で、江戸幕末の味方の武力と知力が大きく上がる号令。知力ダメージも強化しつつ、計略コンボも効果時間も伸ばせる。構築例は、こんな感じ。ルールで、式上昇速度が上がるから。知力依存の、高い単体強化や号令と組み合わせたコンボも狙いやすい。沖田総司の3回斬撃は、流派ゲージ増加の恩恵を受けやすく。無垢なし藤田は、相手のルールに、武力上昇があるから、低価値が少し上がるので。おのおのおすすめ度の高いカード。おすすめカード3枚目は、茜武人。敵味方両方を巻き込む妨害計略で、式4ながら武力、知力とも低価値が高い。守りでは、味方を入れないように打ちやすい主将のスペシャリスト。今回のルールでは、その強みをより活かしやすい。構築例はこんな感じ。序盤を苦手とするデッキに組み込んで、守りの要になってもらうよ。式上昇速度と流派ゲージ上昇量増加によって、ここ以内の計略を打っても、ゲージ3を回しやすくなるはず。4枚目に紹介するのは坂本龍馬。知力が高く、計略でさらに上がるためルールとの相性がいい。ただし、今回は、江戸幕末のカードが多い緑の使用率が高くなると予想され、大型の超絶強化は、勝回収1枚で対策される可能性がある。そのため個人的なおすすめ度は低め。知力ダメージと戦急戦との相性がいい、式上昇速度も上がるから。妙球とのコンボで、超武力白速向上が決まれば爽快なはず。坂本龍馬と妙球が入ると、総武力が低くなってしまうけど、序盤取られるのは、流派ためと割り切ってしまおう。最後に、旧幕府側のおすすめカードを紹介。白王旗の土方歳三。追加効果は、江戸幕末の斬撃発生と斬撃範囲が上がるから。戦祭りルールの江戸幕末のダメージ上昇と噛み合う。効果時間が長いので、最大兵力上昇を活かしやすい。それ以外の時代の武将は、知力が上がるから、相手側の知力ダメージを抑えられる。おすすめ構築はこんな感じ。ルールに最大兵力上昇があるから、関平は武力上昇値も、条件の満たしやすさも大幅に上がる。舞台流派を用いることで、知力ダメージ対策にもなるし、最大兵力をさらに増やすこともできる。そして、戦祭りで、最大兵力増加のルールが来るたびに、最強カードになる。新宮行家も紹介するよ。兵力が、101以上で、破格の武力上昇値を得られるから、舞台流派2の最大兵力上昇を最優先したい。斬撃ダメージ上昇も活用するなら、デッキはこんな感じかな。最大兵力を超えて回復できる、専用さな子は、一応めいめいたる戦とは相性よし。というわけで、次回戦祭りのおすすめカード、デッキ構築紹介でした。江戸幕末は、最近カード追加が少なく初期から、いる勢力に、枚数が偏っとる。その分出てきそうな相手デッキも、想像がつきやすいから、メタを張るのも面白いと思うよ。それでは、ここまで見ていただき、ありがとうございました。